どうも、ピテラ高橋です。デッドバイデイライト、今日もやっていきましょう。今回は、ローリー。ハントレス先輩だ。よっしゃ、危ねえ。初回で見つかるとだるいんでね。今回はローリーを使ってます。ローリーストロードですね。で、近っ、怖っ。怖い怖い、ハントレス怖い。よし、吸ってんの誰誰で、このローリーの今回のパーク構成は、都会の逃走術、デッドハード、決死の一撃、アドレナリンなんですけど、パークレベルが低いのはね、今キャラクター育て中なんですよ、これ。ま、許してくださいと。で、皆さん、前回、この前の動画で、やっとサバイバーランク4になったよって話をしたと思うんですけど、サバイバーランク現在3です、3。また一つ上がってね、3になりました。いや、ありがとうございます、いつも。アドバイスとかね、くれる方。で、開始。2分ぐらい経ってるんですけど、まだ何もしてないんで。いやー、なんか。何？バレた！何もしてないのに。まだ何も成し遂げてないのに。やば。ここでぐるぐるしようか。オッケーオッケーオッケー、ありがたい。ほい、まだまだ何も成し遂げてないんだ。ほい、よーし、あー、くるくるだ、ぐるぐる、いてーつまずいちゃった。これかっこよくない？なにこれ、なにこの服。いや、バカたれー、意味ないでしょ、そんな弱いライトじゃ。え、間に合ったのに。決死の一撃間に合ったんですけどね、残念。というわけで、ありがたい、ナイス救助。まだ何も成し遂げてないんで。さあ修理しておこう。ナイス治療、ありがたい。で、今回はデッドハードを持ってきてるんで、うまく活用したいんだけど。よし、センキュー。あの人救助行ったね。じゃあ僕は発電します。おっと、破滅、破滅か。破滅となると壊さないとね。今1個。このマップ上にね、トーテムは5個生成されるので、5個見つけたいね。トーテム、ここ難しいな、見つけるの。屋内とかにもあんのかな。あ、あったあったあった。やった。2個目で破滅見つけました。うん、これは壊せるね。ありがとう。おかげで壊したよ。さあ、破滅を壊して。あ、蜂蜜チューチューおじさんがいる。
発電機はどこかな、ここの中あるかな。あ、もうここは起動してるっぽい。よしよしよし、別の人チェイス中か。逃げよう。ナイス救助。発電したいけど、あったあった、よいしょ。じゃあここ発電しましょう。ちょっとねあそこでかぶっちゃうから、左に、あ、今見てる方向正面と見た時に左に発電機が寄ってしまう可能性もあるんですけど、まあまあ大丈夫かな。やっぱねサバイバーランク3になったんで結構余裕ないんですよ、余裕が。だからチューチュー、蜂蜜チューチューもあんまできないしね。さあここ釣られた時にバベチリとかはないよな。でも多分あんのかな、まあ、ちょっと逃げときましょうか。大丈夫そうだね。あ、バレてる。よいしょ。さあ、あ、うまく巻いたかな。うまく巻いたね。オッケー。今あそこ強ポジだからあんまり無理に追わなかったんだろうね、アントレスちゃんも。よし、というわけで気を取り直して発電していこう。こことあそこで発電機残り1個にできるね。大丈夫そう。うん、今チェイス入ってそうだし、ローリーこれは活躍できるのでは。オッケー、ナイス。ああそこ直したんだ。じゃあ、あと1個だね。あと1個はどこにあるかな。お、バレないでしょ。こっち来たってことはここの家に1個ありそうだね。ささささー、さあ忍び、くのいち、くのいちローリー。うん、うん、動いてるね。怖っ。救助入ったー。あ、止血剤だ。止血剤、あの即時回復のやつだ。よし、この人の後ろを追ってあげよう。僕が逃げろ。ほら、逃げるんだ。あ、別の人が死んだ。オッケーオッケーオッケー。ほら、よし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 。いやいいね今の。待って、
やばいなこれ。よし。ん、どこでロッカー開けた？あっち行った、あっち行った。オッケー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 。いるか、おじさん。おじさんどこいんのこれ。さっきのおじさんどこ行ってんだ。助けよう。逃げろ。くそー、逃げてくれ。ごめん。いや、あれは無理救とかじゃないよな。でも助けられないもんね。あ、おじさんいた。オッケーオッケー。よーし、よーし、よーし、ぐるぐる止まんねえぜ、ぐるぐるが止まんねえぜ。おらおら、止まんねえぜ、ぐるぐる、いてーアドレナリン神タイミング神、アドナリンぶささった。おい、え、マジか。え、あ、ノーマン。てか待って、板倒せなかった。なんで、なんで板倒せなかったんだ今。なぜだろう。決死打つぞ。あ、間に合わない。うわー、ひよぶ、よえー。パークレベル3だったらいけたな今の。なんかやばいこれ。アドレナリン刺さったのに板倒せなかったのきついな。もうちょっと戻っとけば、もうちょっと手前に戻っとけばな。ありがとう。いてー、くそー、逃げたい、逃げたい、ありがたい、逃げてくれ。ダメだ、あいつは銅板なんだよ。うわー、まずい。ライトか、ライトか。いやー、あれはもう逃げた方がいいな。さあ、耐久。え、ま、マジか、マジか。てか決死忘れてた、最後決死忘れてたわ。やばー、悔しい、悔しい。いやー、これじゃあランク1にはなかなかなれませんよ。というわけで今回決死忘れてなかったら脱出できただろうな。てか普通に忘れてた、もったいね。というわけでね、今回はこれで終わりたいと思います。まあ釣られてしまったわけですけれども、あ、最後じゃあ様子見よっか。あのおじさん、あ、おじさんは一人出たんだね。いや、見捨てていいと思うよ。お、行くの。お、小銭稼いで終わる感じかな。ちょっと様子見ようか、最後。あ、釣られたね。
小銭稼いで脱出ということで終わりましょう。はい、ありがとうございました。最後までね、またぜひ見てください。ではまた、バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネルの登録、グッドボタン、コメント等よろしくお願いいたします。関連動画もよかったらチェックしていってください。ではまた。